はい。 ダストマイルについてネタバレをしたいと思いますえー、と言ってもね1時間ぐらいしか見てないんでまあ、ネタバレにはならないと思いますがま乃、あ、木明子さんにちょっと問題があるんじゃないのかなとえ思いましてちょっとお話しさせていただきたいんですが乃木明子さんね私大好きなんですけれどもどうもちょっと映画になるとテレビでは隠していたことがねあらわになってしまうんじゃないのかなと思いましてまあ、テレビっていうのはまあ、テレビで見る以 以上はテレビを見てるというフィルターがまあかかっていて、まあテレビドラマってこんなもんだろうみたいなね、それはクオリティの面もあると思うんですが、それ 以前に、うちらがテレビを見てる時に、フィルターかけてるのは、まあテレビは嘘を言っているとかね、テレビにはスポンサーがあってとか、政府があってとか、まあいろいろある、そのフィルターを、ね、通してテレビを見ているので、その中で展開されているドラマ、テレビドラマに関しても、あ、これはしょうがないね、という枠内でこう見れるわけですね。それがまあ真、ね、相意識の中でフィルターとしてかかっているので、まあ、テレビドラマにしてはよくやっている。まあテレビドラマにしてはっていうのは、 持ってはいないけど、まあそのテレビドラマっていうその序列の中ではま出来がいいというね話になると思います。ところがま映画っていう風にまテレビの世界から踏み出して、ね、映画という一般化されたものになってしまうと、そしてその映画っていうのは商業主義から脱しているという風に思われ。 要するにテレビが職業であれば職人であれば映画は芸術みたいなね。まあ、芸術と職,業職人を分ける必要はないと思うんですがテレビ界というガチガチの制約の中で作られているまあテレビドラマに対してで映画という映画館で描けるという意味ではスポンサーもまあいらないわけですよね、まあ、一応スポンサーあると思いますが映画っていうテレビの枠から取っ払ったものメディアに対してで 野木さんのアプローチはこのままだとまずいんじゃないかなっていうねことなんですよねまずまあテレビ局がバックにいるんでこれはまあただ単にまあテレビの画面をスクリーンの画面に置き換えただけになってしまってそれはまあちょっと世間が納得しないんじゃないのかなと思うんですよね。 やはり、まあ確かに Amazon を使ったということで、まあテレビだとできないだろうなっていうのはありますが、まあそこぐらいですよね。まあ、映画として見ると非常に物足りなくなってしまう。このテレビサイズというか、テレビの世界のしきたりを映画の方に持ってきているから、まあ、映画として見た場合には非常にえ映画になっていないということにまあなってしまうんじゃないのかなと思います。それはまあ技術的な面も全部含めてですが、映画の中にあるその脚本テーマですよね。 それはまあ乃木さんも多分まあ気づいていらっしゃるわけで何とか表現をできる範囲に表現をしようとしてるんですがまあ結果でまあガス抜き要因になっているということですよね。まあ、ちょっと乃木さんの作品を全部見てるわけではなくてほとんど見てないんですけれどもえ例えば逃げ恥ですよねとかそれから獣慣れとかですね。 あと、えー、私が見てるのは、あと罪の声ですかね。声の罪だっけやな。これぐらいしか見てないんですけれども、他の作品のウィキを見ると、何でしたっけ、えっと、空飛ぶ自衛隊、えー、空飛ぶなんとかみたいなのは、まあ、自衛隊ですよね。 で、図書館戦争も自衛隊の協力を得て撮っていると。と、まあ、図書館戦争はちょっとね、経路が違うんで、期待できるなと思うんですけれども、まあ、自衛隊の協力を得て撮っているということで、ちょっと、そこはちょっとね、作品にいい影響を与えないんじゃないのかなとね、思いますね。IU でしたっけミユだっけななんか、星の原作が出てくるやつも警察の話ですよね。だから、こう、権力側の話になっていて、まあ、獣ナれとかはですね、 東京電力原発の話にこうなっているんですけれども、まあ、具体的な原発批判っていうのはなかったんじゃないのかなと思います。原発以外の話の方にこうスライドしていっちゃってて、いわゆる東電批判みたいなね、ものは、えー、ドラマの中ではまあ展開されていかなかったんじゃないのかなと思うんですが、多分ここが野木さんの限界というか悪いところ。 なんじゃないかな。って甘んじて受け入れてるところなんじゃないのかなって。っまあ、今回のラストマイルに話を戻すと、まあ、このラストマイルって3つ構成要素があって、1つはアマゾン問題ですよね。で、これは2024年の問題で、2024年にあるということで企画が立ち上がったと思うんですが、 このアマゾンの舞台にしてやるっていうところが、YouTuber の方もアマゾンってちゃんと言ってない方もいらっしゃいますけれども、もう言ってますけどね、みんなね。はばかられるわけですね。だからこれだけで、えー、よくやったみたいな感じの、えー、風潮にこうなってると思うんですが、まあ絶対違いますね。これはアマゾンの、アマゾンのルックを撮ってる。見た目はアマゾンの2024年問題を、えー、撮っているわけですね。で、本当にやりたかったものっていうのは、まあ電通の高橋まつりさん問題。 ですね。これはまあ映画を見ればすぐわかりますよね。で、このカスタマーセントリーとか言って、こう12条のなんとかみたいな、12条のご正門みたいなのがま出てくるんですが、これは、えー、電通鬼十足ってやつですね。なんで、これ電通の話なんですよね。amazon のルックを取ってるけど、これはま電通の話をこうやっているということですね。そして、 アマゾンのルックを取って電通の話をやっていて、で、その話の構成は映画作り、ドラマ作りの話になっているということですね。だから、アマゾンの倉庫が映画館にこう見立てられていて、まあそこにですね、バスに乗って派遣労働者、まあ派遣なのか今は派遣じゃなくてもタイミーみたいなね、まあいろいろあると思うんですが、もうほぼ日雇いですよね。まあ日雇い労働者がやってきて、 でまた去っていくとそれはだから映画を見に来る観客ですよね映画を見に来る観客を、まあ、奴隷労働者に例えてるっていうのが皮肉なんですけれどもそしてアマゾンの配達物が手に届くものがね手に届く人が人たちがですね、まあ、カスタマーですよね カスタマーがテレビを見ている人ということで、この3つの構成になっていて、ルックが Amazon で、テーマは電通で、そして話の運びは映画、ドラマですね。まあそういうことなんで、まあ三島ひかりさんが野木明子さんですね。で、野木明子さんの黒野木明子さんですよね。で、もう一人の岡田くんが野木明子さんの白い方ということですよね。 なんで、まあ、これ、電通の話をやってるんだけど、アマゾンの話に置き換えてごまかしているというところが、まあ、これが多分、野木さんの限界なんじゃないのかなというところなんですね。だったら、電通の話を直でね、まあ、やればいいわけだけど、まあ、それは絶対できないし、結局、アマゾンの問題って何が問題なのか。聞いた話によると、送料を上げて終わりらしいんですけれどもね、この映画のね、結論が。要するに、送料を上げるって何なのかっていうと、それは個々の一般大衆、まあ日本 日本国民が、ね、その席をううとという個人責任に最後押し付けるとこれは個人責任に全部押し付けてるんですよね。この獣なれとか、それから逃げ恥とか、それから何だろう、罪の声だ、声の罪かな、とかもですけれども、例えばこの今回のラストマイルだったら、 ちゃんとアマゾンに税金などなどを払わせて法的にちゃんと絡めてですね、ちゃんと労働者の賃金を上げたりとかですね、して送料は無料でいいんですよ。送料は無料でいいんだけど、ちゃんと利益から払いなさいということでいいのに、なぜか送料を上げてね、それをその負担を国民に押し付けるというオチになってるというふうに聞いたんですが、それはダメでしょうと。 アマゾンにちゃんと税金を払えとね、言わなきゃダメですよね。そして、ちゃんと適正価格で雇えというのが筋なのに、まあ、それをやらないっていうことですね。もうこれは、やっぱり長いものには巻かれるパターンのガス抜きですよね。ちょっとしたエンターテインメントを提供して、その場しのぎで逃げていくということですね。これはだからその a z o n の自分の買える範囲で、買える範囲の商品を買って、まあ、その商品なんて結局いらないわけですよ。 らないらないのに買って満足した気になるというのをアマゾンはこうお手伝いしてるわけですよねでそれをそのアマゾンのお手伝いをしてるのが、まあ、電通でであり、テレビ局なわけですよね。でまあ、この物語アマゾンのふりして電通の話になってるっていうのは、まあ、途中でね広告会社が出てきてわざわざあんなの挟んでる っていうことを見ても、まあ誰でもわかるようになってるわけなんですが、まああの広告会社もひどいですよね。もう全くこう、アマゾンの名前が違ってたりとか、担当者いないから知らんとか、無責任状態なわけですね。無責任にお金をもらったら、スポンサーの CM を作り、嘘をついて CM を流しですよ。それはタレント芸能界も全部そうですよね。嘘をついて流して、そしてその商品を買って騙されたと思ったら、騙される方がバカなんだと。 テレビなんか見てる方がバカなんだと、俺たちはバカに対して番組を作っているんだっていうのが彼らのまあ口癖なわけですね。 本来ならば、そこを批判しなければいけないはずですよね。でむしろ、この映画は、ま、電通の話なんで、電通を批判する話なのに、その矛先をアマゾンの方に持ってってしまってるというね、非常に卑怯なやり方になってるんじゃないのかなと思います。まあ、Amazon もとばっちりかなと思いますね。この映画に関してはね。んで、じゃあ、まあ、なんでね、電通の批判ができないのか。そして、ま、電通とグルになってるテレビ局の批判ができないのか。ちょっと、これは、 乃木アキ子さんがテレビの人間だからっていうことになってしまうわけですよね。そしてこれが TBS グループが作ってるからっていうことになって、まあ、テレビ局ってこうただね報道してるだけですよねこのね番組の中では。ででも一番非難されるのはまあ電通広告代理店であって でそしてその広告代店の言いなりであるテレビですよねこのアマゾンの商品をバンバンコマーシャル流して売りつけてこの映画の中でもコマーシャルがなきゃ売れないってもう言ってますからねなんで一番の元凶は、まあ、電通でありねテレビ局なわけなんですが、まあ、そこを批判しないそして政府も批判しないということですね。 これはやっぱり映画としてはですね、許されないかなと思うんですね。テレビの、テレビドラマのサイズ感でですね、ドラマを作った場合は、もうみんなテレビを見慣れてるから、まあそれいいのかもしれませんが、やはり映画というこのスケール感で作った場合はですね、電通とかね、テレビ局を を回避したものをですね流すっていうのはちょっとありえないかな。ハリウッドでさえそんなことはしてないですよね。この前のツイスターズとかでもそうでしたけど、やはり映画は。 映画、映画人がね、作るものであってて、まあ誰が映画作ってもいいんですけど、映画っていうフォーマットに載せる以上はテレビ局の枠を外して、もっと大きいテレビとか電通とか関係なく、そして政府とかも関係なく、好きなものをね、作っていただきたいんですが、そこがまあ器用なんでしょうね。だからこのプランニングができた時に、プロジェクトができた時に、まあ電通の話をやろうと思ってもそれはできないから、 じゃあアマゾンもやるのも大変だけどアマゾンならなんとかできるんじゃないかっていうことで話が進んでいったのかなと思います。これテレビ局とかもよくあるのは、まあ、断捨離の話とかはすごくするわけですよね。え断捨離はいいんだけど、まあ、なんで断捨離の話をするかっていうとまず前提として物をいっぱい買ってるということですよね。そして断捨離して物を捨てて、まあ、SDGs に反してるわけですよね。なんだけど 物を捨捨てて断捨離した人がまたた買っっってててくれるるから、まあ、断捨離は、OK、ってこととぽいでですよね。ね。テレビで、ね、見てると、ね、ただテレビで流せないのってミニマリストですよねミニマリストの特集って本を、まあ、見たことないっていうか私は見たことがないんですけどミニマリストとか YouTube にいっぱいいますけれども、まあ、地上波では見たことないですよね地上波出てくるのはよくあるのはだから物をいっぱい買っちゃって片付け 片付けですよ。とにかく片付け。で、まあ、その中でも、なんとか捨てましたっていうのはなかなかないわけですね。そのものを、まあ、捨てるのはあるけど、ゴミは捨てるけど、まあ、だから、お部屋とかがすごい流行るわけですね。ゴミは捨てていいわけだからね。だけど、いらないものですよね。そう、例えばガンプラとかガンプラとか、そう、漫画とかを、まあ、バンバン捨てるっていうのは、ね、なかなかテレビでは、ま、やらないんじゃないかなと思うんですね。一部やってるとは思いますが、まあ、ミニマリスト。 とかねねそそういういいいのの生き方,の方がいいわけですよ、ねまあ、この問題解決するには結局物をみんな買わなきゃいいわけなんですよね。いいものだけ必要なものだけ買ってそしてアマゾンなんかなきゃいない,ない方がいいし広告代理店なんか潰れちゃえばいいしテレビ局もなければ いいわけですね。そのテレビ局や広告代理店がなければ、アマゾンみたいなものもないわけなんで、こう、アマゾンはネットの世界なんでね、またちょっと別とは思いますが、まあそこでもやっぱ広告代理店はね、まあ、絡んでくるとは思います。なんで、まあ広告なんてものがなきゃいいわけなんですね。 ところが、この映画はですね、なんか、シェアードユニバースみたいな、わけのわかんない、うざいものがあって、シャラクサイってやつですね。これがですね、これでずっと宣伝をしていって、いろんなタレント、いろんな芸能事務所とかを絡めて、宣伝をすごい大々的に、まあ、地上波、特にテレビでまあやってって、うんざりして、まあ、それで行きたくなかったんですが、それが、まあ、この映画の化けの皮が剥がれたというか、そのものなんですよね。 この映画自体がアマゾンであり、電通であり、広告代理店であり、そして商業主義そのもの、膨れ上がったアマゾンの倉庫そのものが、まあ、この映画であって、まあ、非常に汚らわしいものになってしまっていると。 いうことですよね。まあ、なのでですね、ぜひ野木明子さんにはですね、テレビっていう枠から外れた映画を作っていただきたいなと思いますし、まあ、次はまた、次のやつは何ですかね、羽島の物語って聞いてまして、まあ、ちょっと嫌な予感しかしないですね。まあ、軍艦島の話らしいんですが、ちょっと嫌な予感しかしない。この流れでいくと、 そこでちゃんとこう、朝鮮人強制労働とかですね、扱うのかと。扱ったとしてもうまくあしらわれるんじゃないのかなと思いますし、ちゃんと批判できるのかと。また TBS さんだと思うんですけど、ちょっとやめた方がいいんじゃないかな、そういうのはってね、思いますね。だからそういうのをやるんだったら映画でテレビ局を絡めないで、まあやりたいことをやると。今回も電通を取り上げてはいるんだけど、まあ言いたいことは言えない。 いうね、社会派っていう看板がある以上は、これぐらいはやらないといけないんでっていうことだけど、まあ、自らその限界を決めていると。なんかありましたよね。このカスタマーセントリーの上のとこになんか限界を決めるなみたいなね。まあ、それは電通の鬼十足にも多分あると思うんですが、まさにその通りなのがね、まあ、今回のラストマイルという映画だったんじゃないのかなと思います。